はい、こんにちは、石川くんです。というわけで皆様、本日は5月の23日木曜日、いかがお過ごしでしょうか。石川くんはですね、ちょっとゆっくりした時間がね、取れてすごい嬉しいなと思ってる今日この頃なんですけれども、今回は、なんとアップル製品でございます。イエーイ。はい、ということでいつもよりね、テンションがすごく高くなっております。ということで今回紹介するのはこちら、 Mac mini でございます。はい、ということで石川さんね、 Mac 持ってなかったんですかっていう話あると思いますけど、僕の動画ね見てくださってる方本当にありがとうございます。 MacBook Pro をですね持ってます。2019年 MacBook Pro 13インチモデルをですね、それをすごく愛用しております。で、まあちょうど今年で5年ですかね、買って立ちました。結構ね、Apple 製品で5年前のパソコンってなるとちょっと古いかなっていう感じがねしますけれども、まあまだまだバリバリ現役でやっております。かつて私はですね、2011年モデルのですね、旧型の MacBook Pro をですね、その2019年の前までずっと使ってました。なので多分8年とかね、結構長いこと使ってたんですけれども、この MacBook Pro もね、そういう感じで長く使っていこうと思ってるんですけども、結構ね、なんかガタが来てきたなという、そういうのね、ちょっと感じてきております。そもそも今ね、この MacBook Pro ってね、そのタッチバーが、搭載してるモデルって、もう廃止になったりとかですね、今だともう MacBook Pro っていうのは M1 チップですけども、この2019年モデルはインテルチップなんで、僕がですね、まあなんかいろいろこうちょっと手こずってるわけですね。しかも結構ガタとかも来てて、編集ソフトとかもなかなか動かなかったりとかっていうのも若干あるにはあります。ということで、ちょっとね、実はワードとかもね、だんだん開けなくなったりして、ちょっと結構ね、いろいろ大変だったので、今回はですね、こちらの Mac mini ちょっと買おうということで買いました。ちょっとダラダラ話しててすいません。開けていきたいと思います。確か僕が買ったモデルは、いろいろカスタマイズしたので、届くのがかなり遅くなったんですけども、127,000円ということで、ちょっと緊急性を要しているものだったので、ちょっと今回オリコンのカードローンを初めて使いました。ちょっとピンチでございます。いやー、でもこれ開ける瞬間っていうのはたまんないですよね。はい。おーおー、こうか。はい。はい。で、ズドーン。これが、せーの。おい。おー、すごい。Mac や。もう当たり前なんですけどね。今回買いましたのは、Mac mini 8 コア CPU、 10コア GPU、 メモリ 16GB、 SSD256GB のモデルになります。はい、8GB だったのを 16GB に変えただけですね。メモリをね、一番結構下のモデルになります。で、あとはこれにちょっと教育用バンドル、例えば Final Cut Pro、 僕が今使っている Final Cut Pro とか Logic Pro 10とか、そういうのをですね、使えるものを一緒に同梱しました。学生だったので、ちょっと学生価格で今回買ったのはね、127,000円という価格になります。簡単にも Mac mini で、裏はちょっとなんかいろいろ書いてますけども、このペラペラで剥がすと、これは Mac mini のイラストがバーンと書いてたということで、これが僕のもう一つの武器になっていくっていう話ですね。ちょっと楽しみでございます。ということで、じゃあ早速このペラペラのところですね、開けていきたいと思います。えいっ、えい、取れましたー。 Mac mini オープン。ちっちゃー。これほんとデスクトップですかっていう大きさですよね。はい、すごい。せーの、よいしょ。そもそもデスクトップだから軽いとか、あんまそういうね、感想とかないはずなんですけど、すごい軽いです。なんかもうポータブルできますよねみたいな、そういう軽さとこのコンパクトさですね。こっちで、はい、はい、じゃじゃーん、 Mac mini です。すっげー。で、ここに端子類がいろいろあるんですけど、最初なぜか隠してるんです。なんで隠してる？あー、すごいなこれ。そんなね、悪いことするつもりとか全くなかったんですよね。いや、でも悪いことしてないって言ってるじゃないですか。なんでそこまで責めるんですか。端子の方がタイプ C が2ポートしかないです。
2ポートしかないってことある？そんなに少ないかな。2ポート、有線 LAN1 ポート、電源ポート1ポート、HDMI1 ポート、USB Type A が2ポートで、イヤホンジャックですね、3.5 ミリジャックのやつがあって、ここにファンがあります。皆さんですね、ちょっと分かったかもしれないですけど、かなりポート数が少なくなっています。なんでかっていうと、もうプロ用のものはもう Mac Studioっていうのがあるんですけど、 Mac Studio に任せようみたいな、そういう Apple の方針があるのかもしれないですね。本当にこれはエントリー向けの、まあ、機械になってるということで、でもぶっちゃけね、動作申し分ない。やっぱり Apple 製シリコンって Apple のソフトに特化してるから、僕が使いたい Final Cut Pro とか Logic Pro 10にすごくですね、多分最適化されてると思うんです。なのでちょっとね、こんくらいエントリーモデルで大丈夫って感じなんですけども、ちょっと、まあ、期待を込めて使ってみたいなと思います。正直今の iPad Pro とかでもね、 M シリコン入ってるからね、iMac だから性能いいとか、もうほとんどなくなっちゃいましたけどね。で、こっちにデザインの by Apple in California と、はい、電源が入ってました。ちょっと固めのうどんくらいです。で、僕がこれどのような環境で使いたいかっていうと、あー、キーボードあー、買うの忘れましたね。僕の今のパソコンの環境こんな感じになってます。そこの2つのデュアルディスプレイに Mac を映したいって感じですね。まず LAN ケーブル、で次電源ケーブル、 HDMI ケーブル、 Type-C の HDMI ケーブル。今回はデュアルでできたらいいなと思います。これでデュアルでできなかったら泣きます。あんまり良くないけど、このオーディオインターフェースの下に置きます。じゃあ電源入れていいのかな。ちょっと待てよ。いきますよ、いきますよ。多分ここにするからね、見ててね、みんな。いきます。スイッチオン。あ、スピーカーが Mac mini から流れた。でーんとは言ったよ。反応がないね、ないね。あー、来たー、来たー。設定を開始していきたいと思います。日本語ね。続ける、続ける。あー、どうしようかな。今はしない。続ける。イコーアシスタント、イコーの方がでも楽なんだよな。イコーにしますか。イコーにしましょう。この SSD いつもね、これ入ってるんで、これ入れれば多分大丈夫です。刺したけど言ってるかな。あ、来た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 。前回のバックアップ、おととい。ちなみになんでこっち側は動かない？こっち1年前のはずなんだけど。ちょっとね、これで待ちたいと思います。はい、ということでなんか終わったみたいなんですけど、なんかいろいろ転送はできなかったみたいです。コンティニュー。おおー。はい、ということでなんやかんやあって設定が完了したんですが、僕がやりたいデュアルディスプレイができてないんですよね。これがね、こっちにつながってるはずだから、こっちには来るはずなんだよね。あ、これえ、よいしょ。お、こっち反応したで、今こっちが来るはず。おー、来た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 ー。これはすごいぞ。はい、来ましたよ。ちょっとね、いろいろセッティングとかして、ちょっと使い慣れてみたいと思います。使用レビューはまた後ほど。